はい、よろしいです。今日もクラッシュロワイヤルの動画を上げていきたいと思います。はい、皆さんシーズンお疲れ様でした。シーズン、そうですね、まあ、最多レートいけた人もいれば、まあ、残念な結果に終わった人も、まあ、いると思うんですけど、また来シーズンから、はい、まあ、今シーズンですね。はい、今シーズンからまた頑張っていきましょうといった感じですね。まあ、ちょっとヨッシーの結果としては、このヨッシーの本若と、ヨッシー2が、まあ、1800位ぐらいでフィニッシュしたんですけど、まあ、ただ、まあそうですね、あのヨッシーの、車椅子の方のアカウントがちょっとひどい結果に終わってしまいましたね。はい、もう、はい、3つのアカウントとも本当にいい結果で終わりたかったんですけど、前々シーズンも1つの確かヨッシー2のアカウントだけが、まあ、ちょっと残念な結果に終わってしまったので、はい、まあ、次からはちょっとそうならないようにまた頑張っていこうかなといった感じですね。はい、これですね、はい、6857という、もう本当にあの最悪ですね。はい、まあ、また切り替えてやっていきたいなと思います。はい、じゃあやっていきましょう。もう使ったデッキはもう同じですね。はい、じゃあ最初はじゃあこちらいきますか。はい、相手はこれ確かディガーポイですね。もうディガーポイに関してはもう正直あの通んないです。あのもう自分、まあ、エリゴレデッキ使ってる時もそうなんですけど、もう基本的にもうディガーポイ、もう守りの堅いデッキに関してはやっぱりなかなかもう相手がどっかしらミスしない限りはもう通んないのかなといった感じですね。まあ、特に相手今回進化テスラ持ってるので、基本的にはもう2倍タイム3倍タイムになってしまっても、まあやっぱり最後通らずに負けてしまうパターンがまあほとんどかなといった感じですね。はい、これテスラ使ったのを見てラムライダー出したんですけど、もうこれテスラ回ってるので、まあちょっとそうですね、もうこっちとしてもまあなすすべがないのかなという感じですね。もうこれ相手としてはもう2倍タイム3倍タイム、まあもう1倍タイムはもう多分相手としてもしっかり防衛して、もう3倍タイムになってディガポイをどん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 回していければもう勝手に削れて、それで相手が勝つのかなといった感じなんですけど、もうこっちはもう相手のタワーをもうゴリ押しでやっぱり通さないといけないので、まあ基本的にはちょっともうこのマッチアップに関してはまあこっち側が勝つっていうことはまあほとんどないのかなと思います。はい、これうまいことゴブリンダイナマイトあれなんですけど、ただまあこのダメアドでもちょっと正直、はい、あの全然削り負けますね、ディガポイなら。でしかもこれご覧の通り進化ナイトがこれタワーにめちゃくちゃ入ってしまって、もう最悪でしたね。まあなんですけど、相手もこれエリクサーが結構カツカツだったので、はい、これ進化ザップも使って最後ゴリ押ししましたね。まあ毎回こんな感じに攻撃が入ればいいんですけど、ただまあやっぱりうまいこといかないですね。まあ今回はこれうまいこといったんですけど、基本的にはやっぱりディガポイ相手にはやっぱりうまいこといかないことが多いですね。はい、まあこんな感じになります。はい、じゃあ次は、じゃあこちらの方ですね。はい、こちらの方、じゃあやっていきたいと思います。3桁マサですね。はい、これ相手、確かジャイスパなんですけど、基本的にやっぱりこっちの方が相性いいです。こっちとしてはもう今回エリスピも入ってるし、まあ、ゴブリンの呪いでもほぼほぼ、細かい結処理できるので、で、しかも相手はジャイアントに対してこっちペッカ持ってるので、もう本当にちゃんと防衛してそこからカウンターにつなげてあげれば相手施設も持ってないので、もう基本的には通るのかなといった感じですね。
はい、相手これもういきなりジャイアントとミニペを左サイドに出してきたんですけど、もうこれペッカのおかげでこれほとんど守れてますね。まあダメージ食らってしまってしょうがない部分はあるんですけど、はい、まあ結局のところこれ右側のタワー削れたので、まあ結果的には良かったですね。でしかもこれ確かミニ、ペッカも一発入って、はい、すごく良かったです。まあ、なんですけど、さっきも言ったように相性は絶対こっちの方がいいので、もう基本的にはこれはもう 100-0 の相性ですね。ザップもあるし、もうどう、そうですね、もう本当にこっちが何かしらもう致命的なミスしなければ、もう 100-0 の相性かなと思います。はい、相手ここをスパーキー展開してきたんですけど、もうスパーキー展開してきて、まあ基本的にもうまあこんな感じで逆サイドに何かしら出すんですけど、相手これ無視してきたので、ちょっとこれは先生こっちとしても怖かったんですけど、まあなんですけど、こっちはザップもあるし、まあ進化ナイトもあるし、もう本当に結構守れる、ユニットもたくさんいるので、まあこれはなんとか守れましたね。はい、ちょっとこの防衛があまりにもひどすぎたせいで、ここちょっと危なかったんですけど、まあなんですけど、まあなんとか耐えましたね、これ。はい、これで相手が諦めて、まあなんとか勝ったんですけど、はい、まあなんですけど、本当に相性いいので、もうこれは絶対負けちゃダメな相性ですね。はい、これで時間稼いで終わりといった感じになります。はい、じゃあ最後ですね。最後サムネにもあるんですけど、こちら、75位の猛者になります。はい、もう基本的にちょっと今回のごめんなさい、前回のシーズンなんですけど、もうイリゴレデッキじゃないので、ちょっと自分ももうこのペッカラム使ってやっぱりまだ間もなかったので、結構やっぱり相手のそうですね、まあインドラだったり、まあ、例えばの話、まあ、うまいジャイ使いとかになると、結構その、ゴブリンの呪いプラスザップで、いいようにこう、もう処理されたりとか、まあ、やっぱり多々あったので、まあ、あと特にそうですね、ミラー対決ですね。ミラー対決に関してなんですけど、まあ、そうですね、やっぱり負けてる回数の方がやっぱちょっと多かったので、まあちょっとそうですね、次のシーズン、まあ今回のシーズンですね、まあ今回のシーズンに関してはちょっと頑張ってミラー対決勝てるようにちょっと頑張っていきます。はい、今回の相手もこれメガナイトラムなんですけど、まあ基本的にやっぱりこっちペッカ持ってるのでやっぱ相性いいですね。はい、相手のインドラに対してもこっちはエレスピもあるしザップもあるし、もう全然はい、相手のインドラに対してはちょっと何もできないんですけど、まあ、インドラもやっぱりそこまで脅威ではないですね。はい、ちょっとこのインドラに対しては何もできないんですけど、まあ、ただやっぱりペッカー、そうですね、もうペッカー基本的にやっぱり守りで OK なので、もう、まあ、何かしらカウンターにつなげればそれはそれでいいんですけど、ただペッカーで攻撃通すっていうよりかはもう基本的にまあナイトラムとかでまあダメージ通してあげた方がいいのかなといった感じですね。まあ、あわよくば、フェニックスで相手のインドラ処理できればいいんですけど、まあ、なかなかそんな簡単にはいかないので、まあ、基本的にそうですね、もうナイトラムでダメージを通してあげたらいいのかなと思います。
もうペッカー基本的に今こんな感じで防衛してあげたら OK ですね。もう防衛メインといった感じなので、はい、まあこんな感じでちょっと、はい、守ってはいるんですけど、ただ本当に危ないですね、これ。もうちょっと自分の守り方が良かったら、まあここまで削られることもないんでしょうけど、まあ本当にペッカのおかげで勝てたようなもんですね、これは。はい、最後これナイトラムとエレスピですかね、多分そうですね。これでもう頑張ってラムのダメージ通してあげて、もう基本的に相手これな、ラム飛ばしてきてもこっちペッカ持ってるので、はい、もうあのほとんど相手の攻撃もやっぱりなかなか通らないと思います。まあこんな感じでザップも打ってあげれば、まあ相手のラムも絶対通らないので、で最後ザップ、そうですね、進化ザップも使ってあげて、これで通りましたね。ちょっと自分もこれ最後ミリ残りのラムが通るとは思わなかったんですけど、はい、まあ一生良かったおかげで勝つことができましたね。はい、今日の動画以上になります。はい、またマルチの、リプレイ動画出していきたいと思うので、そちらの方もご視聴よろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。